畑大河です。20問20答いきます。多分5歳きっかけは子供の頃のサッカー教室でたまたま先生が来て教えてくれました。ゲームとかやらずにいっぱい外で遊んで体力つけていっぱいボール触ってください。東京都瑞穂町、地元のおすすめは人が全然いないんでめっちゃ静かに暮らせると思います。ロサンゼルスとサンフランシスコに NBA 見に行ったんでそれが最高に楽しかったです。毎年家族と一緒に過ごしてるんで家で家族とゆっくり過ごしてました。ラチンスムージーと釜揚げうどん元とジェラートベガってジェラート屋さんです。前はサバの味噌煮だったんですけどもう1年半近く料理やってないんでもう今は多分全部ダメです。焼肉ですね。ハラミが好きなんで高くて美味しいハラミをいっぱい食べたいなと思います。好きな女性のタイプはショートカットが好きです。ブラックパンサーっていうなんかマーベルのなんかそういう系見ました。NBA を見ることです。キャンプ中も毎日2試合ぐらい見てます。バスケです。旅行行くぐらい好きなんでぜひバスケ好きの人がいたら話したいと思います。ボン君ですかね。気を引くんで。ニューヨークとボストンに行きたいと思ってます。今年は。バスケを見るか、みんなとスイッチでマリカーする時間を増やしたいと思います。特になくその日の気分でコロコロ変わるんであんまりルーティンってのはないですね。いろんな全選手が楽しみです。サイドの強くて速い選手たちといっぱい戦いたいと思います。前にガツガツいくプレーと今年こそは点取りたいと思います。怪我なく1分でも多くの試合に出ることです。数字はまた後日発表します。今シーズンもいっぱい声援、たくさんの声援をよろしくお願いします。それに見合う結果を出すので頑張ります。